のままじゃブレインダンスはダメだと思うんだよな。単純な表現しかできてないから。笑いといえばコメディだし、恐怖はホラーだし、恋愛はラブロマンスじゃん。ジャンル映画の方法を使ってるだけでしょ。感情表現ってそうじゃないんじゃないかな。だから今東京のチームと実験をしてるんだよ。人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思ってね。例えば嬉しいけど物悲しいとか、落ち着いてるけど何か不安を感じるとか、そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだよ。もちろん現実には体験できない物語を通してね。えい、僕の作品知ってるの？えい、新しい企画のオファー？えい、ああすいません、今時間ないんで。えい。はい、何です？えい、新しい企画のオファー？